来ました。お腹空いてたんで、やっとランチですね。今日は半日あるって、はい、体力を申しまして、あっという間にもういいくらいの時間になっちゃって、うん、もう今2時になって、ちょっとランチのマスオーダーちょっと過ぎちゃったので、優しいお店の方で作っていただきました。ありつけるって感じで、うん、いや本当にやっと座って食べれますね、はい、ゆっくり、はいはい、早速食べますか、はいはい、いただきます。サンボちゃんからいいですか。ユージさんの方はあれですよね、鶏肉と枝物ですね、はい、私の方はキノコって書いてあるさっき隣のお花屋さんゆかさんから勧められて、美味しいあ、これじゃない、これか、ね、うん、美味しかった、ね、美味しかった。辛さもね、はあ、選べてきた。値段もね、お手頃でリーズナブルで、うん、本当におすすめです、ここは。美味しかったです、ね、本当に美味しかった。今日の締めにぴったりな感じでしたね、はい、もう、もう大満足でしたか。大満足です。ぜひ皆さん、こちら、タオさん、ぜひこちら来てください。よろしくお願いします。でもいろんな人に会えて楽しかったですね。楽しかったね。ねえ、初めてのなんか、なんだろう、こう、現場、現場っていいですね。いや、ほんと、ほんと、楽しかった。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんか、こういうのがいいですよね。はい、こちらの、古着屋さん、リサイクルショップですかね、行ってきました。まあ、残念ながら今日はピンクなかったんですけど、こればっかりはタイミングですね。また、来てみたいと思います。すごく、安くて、結構楽しいお店だったんで、ぜひ皆さん、パッと見たらね、入りにくいかもしれないですけど、すんごく優しいお店の方なので、ぜひ、気軽に入ってみてください。
ですね。街中じゃないですか。うん。なんでやっぱ空気が違う。うんね。なんか新幹線走ってるけど、全然一緒に走ってる。なんか知らない方もね。うん、旅行はおすすめです。そうですね、あんまり楽しかったね。いや楽しかった、こういうの初めてだったんですけど、出だし好調でしたね。そうでしたね、うん、なんかいい意味でこうびっくりしたんですね。状況がいいね、嬉しかったし、普通の商店街散歩なんですけどね、うん、別にそんなね、イベントっていうわけでもなく、そうなんかこういうことになって、うん、温かさを感じたし、やっぱ僕っていいっすね、うん、なんかこうね、そう気持ちも本当に、うん、なんだろう、ハッピー、ハッピーになりますね、ハッピーになる、うん、やっぱ動くの大事なんよね、大事、まあ、もちろん毎日動いてはいるんだけど、うんうん、改めてこうストリートを歩くのいいなと思ったし、うん、もうコロナもまあ、ね、ちょっとずつ落ち着いてきたんで、うん、感染対策をしっかりして、皆さんもぜひこうストリートでね、楽しんでもらえたらと思います。まあ家にいるのもまあそれはそれでいいとは思うんですけども、うんうん、外にまた違ういろんなあるし、うん、天気がいいしね、いろんな人の出会いもあったし、楽しかったよ、本当に楽しかった、楽しかったです、うん、そう本当にまだ、ね、全然一日まだ終わってないですけど、まだ夕方にもなってない時間ですけど、もう夜かっていう、ね、本当にもう満足しました今日ギュッとね、そうですね、ずっと1日分また、はい、やりましょう、この曲ぜひお願いします。皆様、さっきも、ね、商店街で言いましたけど、ここにこういう商店街来てほしいとか、うん、おすすめの、ね、商店街とかお店とかあったら、うん、ぜひ連絡いただければ、行きますので、今後ともよろしくお願いします。こちら公式のチャンネルで、この曲の方もぜひ応援よろしくお願いします。はい、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。最後締めのご質問、今日も元気で笑顔でハッピー、ハッピー。めんどくしい。